はい、皆さん、マックスです。どうもご無沙汰しております。実はですね、コロナにとうとう感染してしまいまして、約3週間ぐらいですね、ダウンしてました。昨日ようやく陰性の証明が出ましたので、やっとね、少し自由になったかなっていうところではあるんですけれども、今回ねコロナもね、なんとか乗り越えましたので、少しずつですが YouTube 活動もまた再開したいと思います。ハロータマンタマン、マックスにスララマやみんなマッサやティラビサウンが YouTube selama ini. Sebenarnya saya sudah terkena COVID. Jadi selama 3 minggu ini saya tidak bisa melakukan apa saja. Tapi hari kemarin saya dapat negatif akhirnya. Jadi saya mau mulai bikin YouTube lagi sedikit demi sedikit ya. Kali ini saya akan membuat video tentang terkena COVID.Tapi kali ini saya akan berbicara banyak bahasa Jepang. Jadi sedikit susah ya saya menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Mungkin makan waktu banyak. Jadi minta maaf ya. Kali ini saya akan bikin hanya dalam bahasa Jepang. Minta maaf ya.はい、皆さん、それではですね、昨日陰性が分かったばかりですので、まだですねほとんど家から外に出ておりません。今日が初めてなんですけれども、やっぱりね体力的にちょっと弱っているので、これからね散歩に出かけたいと思います。で、今回の動画に関してなんですけれども、せっかくっていうのも変だけども、コロナに感染してしまったので、いろんなことをですね質問形式にして答えていくような形にしたいと思いますので、もしよろしければですね参考になるかもしれませんので、最後まで見ていってください。で、出る前にね、まず、一発目の質問からいきたいと思います。はい。皆さんもね、報道かなんかで見たかもしれないんですけど、インドネシアの感染状況がどんどん悪くなったのが、6月末ぐらいからですかね。それに合わせてね、皆さん日本に帰ったりとかですね、日本でワクチンを受けるために、急遽急いで帰ったりして、飛行機がなかったりしてですね、結構大変だったんですけれども、その中でですね、日本政府が帰国特別便っていうんですかね、を最初に用意したのが7月の21日なんですよね。これ穴便だったんですけれども、実は私もそれに乗ってですね、日本に帰ってワクチンを受けるという予定を組んでました。ですが、そのちょうど3日前の夜かな、急にこうちょっと微熱が出たり倦怠感をこう覚えてですね、ちょっと嫌な予感してたんですよ。ただ多分風邪だろうと思ったんですけれども、一応次の日に念のために抗原検査を受けに行ったんですよ。そしたら見事に陽性でして、がっくりしたんですけど、まだ信じられなくて、なのでその後すぐに PCR 検査を受けたんですね。案の定陽性でして、万事休すと、諦めざるを得ないという形になりました。はい、じゃあこれからね散歩に行っていきたいと思います。で、途中でいろいろ質問に答えていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 Let's go。さっきも言った通りね、結構報道でも大きく出てたと思うんですけれども、ジャカルタって6月末からかなりやっぱり状況が悪くなって、インドネシア政府もですね、ジャワとかバリとかに結構厳しい行動制限を作ったんですよ、7月3日から。なので僕も会社に週2回、用事がある作業だけしに行って、それ以外にはもうスーパーと、あと家のジムぐらいしか行ってないんですよ。会社もフェイスシールドとこのフェイスマスクしてますし、スーパーとかで行くときはこうやってね、決まりでこれ二重にしなくちゃいけないんですよ。こういうこともちゃんとやってるんでね、そんなに感染する要素はないはずなんですよ。だけど感染したんで、正直言ってね、どこで感染したのかもうわからないです。幸いね、僕は味覚とか収穫異常っていうのがなかったんですよね。ただやっぱ高熱とか咳とか、あと吐き気、これがね本当にちょっとひどかったです。特に最初の1週間、2週間目に入ってからだいぶね、回数も1日数回こう波がすごいやってくるような感じになって、だいぶ良くなったんですけれども、僕にとってはね、本当にこの吐き気っていうのが非常に辛い、特に最初の5日間かな、ひどかったです。初めのね3日間は自宅で療養してました。1人だしね。で、特にやっぱ症状が悪化するのって夜なんですよ。なんでだんだんやっぱ怖くなってきちゃって、
で、まあ、いろんな人も励ましてくれてね、すっごくありがたいんですけれども、本当に怖くなったので、まあ、病院を探し始めました。で、幸いにもですね、この3日後に病院が見つかりまして、入院した病院がポンドックインダー病院、これ南ジャカルタにあるんですけれども、ポンドックインダー病院っていうのは総合病院なんですけれども、その中に日系のクリニックが J クリニックっていうところが入ってまして、でインドネシアでは外国人が医療行為ができないので、医師はインドネシア人なんですけれども、日本人の看護師がいて、まあ、入院中もね、その WhatsApp とか使ってですね、テレビ会議をやってですね、いろいろ相談に乗ってくれたり、いろいろ教えてくれたりして、本当に助かりました。まあ、くしくもね、入院できたのが、もともと日本に帰国をする日だったっていうね、偶然もあるんですけれども。僕はね、まあ、46年間200以上の入院ってね、したことがないんですよ。だからもう、ど初心者で、もうそもそも何を持っていけばいいかとかも分からなかったんですけれども、まあ、10日間通じてね、実は一番苦労したのが、シャワーを浴びれないってことですね。ずっとね、点滴されてんですよ。だからずっと管ついてる、シャワーが浴びれないんですよね。シャワーあるんですけれども。なので、会社の人にですね、この体を拭くワイプあるじゃないですか。あれをね、大量に持ってきてもらって、もう毎日こうやって一生懸命拭いてました。私ね、もうびっくりするほど体が硬くて届かないところがいっぱいあるんですよ。でもこれはね、諦めて看護師さんにもね、お願いしようかと思ったんですけど、さすがにちょっと申し訳ないなと思って、10日間汚い話ですけど、もうそのままになってしまいました。食事は朝食、昼食、夕食ってあるんですけれども、和食、洋食、インドネシア料理ってありました。で、前日のまあお昼前ぐらいにね、電話がかかってきて、何が食べたいんだみたいな感じでね、聞かれて、それぞれ決めるって形です。日本食はね、まあ正直ちょっとあんまり日本食じゃないんですけれども、まあそんなにね、美味しくなかったかなっていう感じがします。洋食はまあまあでした。で、インドネシア料理も美味しかったんですけれども、やっぱね、濃いんですよね。だからどうしても気持ち悪くなっちゃって、だから主に洋食を食べました。朝食はだいたいね、5時45分ぐらい、朝の。昼は12時ぐらいで、夕食が5時半から6時の間ぐらいに持ってきます。だいたいですね、1日 4、5回体温測って、血圧測って、血中酸素濃度測って、あとまあ投薬をしていうようなことがこう繰り返し起こります。この10日間の入院中に3回ほど血液検査をして、 CT スキャンは1回だったかな、 PCR 検査が2回やりました。で、まあ CT スキャンの時にね、少し肺にまあ白いこう膜があったので、まあ中度の肺炎だって言われてたんですけれども、まあ症状としてはそんなにひどくなくって、まあ咳はね、こうあったりしてたんですけれども、むしろこう吐き気でこうちょっと圧迫してたみたいなことを言われたりしました。まあでも、ものすごいあのひどい状況にはならなかったので、そこは幸いだったかなと思ってます。で、まあ過ごし方なんですけれども、あの僕特に最初の週はやっぱり高熱とこの吐き気がずっと続いてて、画面見てもですね、もう5分ぐらいでもう本当気持ち悪くなっちゃうんですね。なんでほとんどまあ見ることできなかったんですけれども、まあ症状がね、良くなってからはもうオリンピック三昧でした。私のコロナ感染期間っていうのは、あの東京オリンピック期間とほぼあの重なっているような状況になってました。先生曰くね、やっぱ薬のせいだって言うんですけれども、ものすごい便秘になったんですね。もう結構信じられないぐらいの便秘、これはね本当にね悩まされて、まあ便秘薬とかも飲んでんですけれども、なかなか効かないぐらい結構苦しみました。でも一方でずっと点滴やってるじゃないですか。だからもうね、ずっとしょんべんが出るんですよ。これがね、本当1時間に1、2回出る。だからもう1日何回トイレに行くんだってぐらいね、トイレに行きました。これね、夜中でも寝てる間でもトイレ行きたくなっちゃうんで、これはね本当に結構苦労、なんか死瓶でもあった方がありがたかったかなと思うくらい、やっぱりこう点滴つけてますので、それを持ちながらトイレに行って用を足してまた帰ってきてっていうのをね、下手すると30分に1回ぐらいやってたような、これちょっと想定外でしたね。私のケースはね、どこまで役に立つかわからないんですけれども、一応リストをすると、まず洗面用具ですね、これはまあ普通ですね。であと、さっき言った体を拭くためのワイプ、あと着やすくて脱ぎやすい服がいいですね。あのずっと点滴でこう管がついてるので、特に上着を脱ぐ時なんかは看護師さんにね、こう外してもらわなくちゃいけないんですよ。それ結構大変なので、なるべくね、ピチピチだと本当に大変なのに、脱ぐのがなるべくダボンダボンの服を着た方がいいと思います。あとやっぱり室内結構寒いので、羽織るもの、こう着るものじゃダメですよ、羽織るもの持って行った方がいいと思います。それ以外にですね、洗濯、もちろん誰もやってくれませんので、洗濯洗剤、これサシに入ってるちっちゃいやつあるじゃないですか、まああんな感じのものを持っていくのはいいのかなと思います。あの洗面所でこうゴシゴシこう洗うような感じになります。
あと、まあ、ゼリー系のこう飲み物とかね、ちっちゃなスナックはあらかじめ持ってった方がいいかもしれません。ちょっとお腹すく時ともあるんでね、その方がいいと思います。僕の、入院したポンドクインダーホテルっていうのは外からの持ち込みはダメなんですよ。なのであらかじめ自分で持って入っちゃった方がいいかなと思います。あとは iPad とか PC とかですね、私の入院したホテルは Wi-Fi がちゃんとありましたので、少しどうしてもやらなくちゃいけない仕事はちょっと一生懸命パソコンを開けてですねやったりしたんですけれども、僕は Netflix が特に見てましたので、あの後半の方なので、絶対そういうの持ってった方がいいと思います。あと最後に、本当に動かないんですよ、ずっとベッドの上にいるような感じなので、例えばね、手をこう運動で使 こうグリップするやつあるじゃないですか、ああいうやつを持っていくといいかもしれませんね。まあそれ以外に何かあればいいと思うんですけど、こういうちっちゃいものでこうちょっと運動ができるようなものあるといいかもしれません。退院はだいたい1週間ぐらい経って症状がまあ少し落ち着いた時にね、もう結構すぐ出ました。実際にね、病院が満床だっていうこともあるし、きっと待ってる人もいるしね。であともう一つはウイルスもまあ、1週間以上経つとだいぶその感染効力っていうのが失われてるみたいで、もう2週間も経つとね、ほとんどもう効力がないと。なので人にうつすことがないということから、自宅療養でも問題ないと、まあそういう話でした。まあなので私は10日間の入院をして自宅療養に切り替わりました。家に戻ってね、一番最初に驚いたのは、思ったより体力全然ないじゃんという感じでした。何やってもね、多分10分ぐらい集中するとすごい疲れちゃうんですよね。あと入院中にずっと楽しみにしてた、あれ食べたい、これ食べたいっていう食事もね、全然食べれなくて気持ち悪くなっちゃうし。なんで、結局、まあ、2、3日間ね、おかゆとか、おじやとか、そんなんばっかり食べてたんですけれども、まあ、それ以降はね、結構食べれるようになりました。で、症状も、まあ、頭痛と、この吐き気みたいなのが、1日何回かやってくるぐらいなんですけど、そんなに症状としてはひどくなくって、そんなに問題なくですね、自宅療養も過ぎていきました。ただですね、何日か経った後に両手、あと両足にこう痺れを伴 こう痛みがこう出てきてね、結構心配だったんですけど、これ先生に相談したら、ウイルス感染した後に出てくる一般的な後遺症みたいな感じ でこれってまあ 2,3 週間経ったら自然と消えていくっていうことなんで、今はもうそれを信じてちょっとこう運動しながら治ればいいなと思ってます。最後になりました。僕のかかったコロナは、まあ、症状からしておそらくデルタ株だっていうことを先生に言われました。味覚症状とかよりも結構吐き気とかそっちの方に症状があるようなことを言ってました。私のね、症状って多分中等症か、もしかするとそれ以下かもしれないんですね。それ以上に苦しんでる人がいっぱいいて、インドネシアでもいっぱいいてなんですけれども、まあ、私の最初の1週間もね、結構正直言ってきついものでした。ただ幸いにもね、その後すぐに回復に向かい伝ってくれたので、本当に ありがたく思ってます。感謝しております。まあ今に至ってはですね、どこで感染するかもわからないし、完全に防備をしたとしても感染してしまうような状況にあります。本当絶対かかっちゃいけません。侮ってはいけません。何としてでもね、この危機を乗り越えてね、いつかまたみんなで全力でね、外で騒げればいいなって、そんな日を切に願う日々です。それではですね、今回の動画はここまでにしたいと思います。これからもね、少しずつYouTube 動画も作ってですね、上げていきたいと思いますので、もしよろしければチャンネル登録、いいね、コメント本当によろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。